ビジョン・・ザ・富山さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ富山への思い未来のビジョンを伺うコーナー「ビジョン・ザ・富山」今日のゲストはアスリートフードマイスターの浅島真紀子さんですすどうぞよよろろししししくくおお願願いいいいたたまます。 まずはこのアスリートフードマイスターというのはどういう資格なんでしょうか、はい、スポーツ選手がスポーツを根,の根幹となる体を作るためにやっぱり食事というのが絶対大事なんですねそれで、えっと、体調を崩すことなくそして疲れをスムーズに取るために食事の内容をアドバイスする専門家になります浅島さんはその中でもアスリートフードマイスターの一、はい 級の資格を、はい、お持ちなんですよね。はい、そうです。これはやっぱり一級二級こういろいろランクが分かれていると。そうですね。すねえっとやれることも変わってきています。でも、そもそもこの資格なんで取ろうと思われたんですか。はい、きっかけは小学校二年生からサッカーをしていた息子がきっかけです。はい、はい、ええー、いつも応援は言ってたんですけれども、他に何か。えー、できることがないかなと思ったときに、あ、毎回食事を使っているなと思ったのがきっかけです。うんうんうん でサッカーをやっている息子さんは、はい、やっぱりまあ激しい運動をするので何かこうあ食事で何かしてあげなきゃなって思うようのそういう状況だったんですか、ね、そうですね、うん、いつも口癖が疲れたとかえっ、ー、折骨院に通ったりとか、はい、いつもそういうことを繰り返してたので何か母親として サポートできることはないかなと思った時に食事だと気づきました、うんまあ、お母さんはいろいろ工夫して、まあ、栄養バランス考えてやっているけれども、はい、よりそのスポーツをするっていうことに特化した知識とか、はい、そういうことを勉強しようと思われたとそ、はいはい、そううでですすねねなんこのスポーツをする人や支えている人たちを対象に食事の重要性必要性を伝えようと現在は講座ですとか いろいろレシピを考えたりレシピの監修などを今朝島さんはしておられます、はい、具体的には講座、はい、どんなことを伝えていらっしゃるんですかそうですね、えっと、オリンピック選手も私たちの同じ食材を食べているんですねただ何が違うかというといつどのように何を食べるかとか、はい、いつ何をどれぐらい食べるかという違いがあるのと、はい、あとはえっと楽しく食事をして体を作っているところを伝えています 同じ食材でもいつ食べるかとか、はいはい、それをどういう調理法でっていうのでもい違うっていうはい、随分変わります、うんえっと、例えば、えー、同じ親子丼があったとするならば、うんはい、それをいつ食べるかによってエネルギーに変わったりだとかってこと変わってくるんですよね。うん、はい アスリートのエネルギーにするには、はい、じゃあいつ食べるのが正解なんですかえ例えば親子丼だったら親子丼は試合前に食べてもエネルギー系になります、はい、ただ食べる今度時間が大事なので、はい、直前に食べるのか3時間前に食べるのかっていうのもまた変わってきますそういうのはちゃんといろんなデータを取って研究された上でこのアスリートフードマイスターの皆さんはその実践するための知識とかを伝えていらっしゃる、はい、そうですね あと競技によっても変わってきますので、はいええ、同じ食べ物でも同じ時間帯ではなく、えー、食べるタイミングが変わってくるので、はい、それをアドバイスさせていただいてます。よく私たちが思うのは例えばマラソンランナーみたいな体脂肪率が低くてギリギリまでこう絞り込んでる人たちと、はいはい、あと筋肉をこうつけてやるそういうスポーツその違いとかもあるんでしょうね。ありますね。 食べる食材だったり量だったり、はい、調理法も随分変わってきますあの今、オリンピック選手という話ありましたけども、はい、あのリオオリンピックのカヌースラローム競技で日本人初のメダルを獲得された羽田選手、はい、そういったトップ選手の食事も実際、朝島さんがサポートししていらっしゃる2019年から、はいえー、日本カヌー連盟さんのサポートに入らせていただいてまして、えーえー、一緒に海外に遠征帯同に かせていただいて、はい、サポートさせていただいてますカヌーって言ったのも,もう腕がもうたくましい腕で、はい、ガーッとこうねこぶってイメージありますけど、はいはい、え羽田選手にはどんな アドバイスをしてるんですかそうですすかそうねアドバイスというよりは、うんえー、選手たちとの会話を大事にして、はいえー、何を体が求めているのかというのを聞き込んで、はい、食事に落とし込んでいってますね、はい、あのただすごく質問が来るのでどうしてこのご飯なのかとか、はい、どうして今日はこの食材なのかという質問が選手たちからたくさん来るのですべ、はいはい、て献立に根拠を持って全部答えれるようには準備してますけれども。それだけ自分の 体のコンディション作りに選手の皆さんっていうのは、はい、自分も考えて、はい、納得してやるっていうことなんですね、はいはいはい。そうです。ただ出されたものを食べるではなくて、うん、なぜ今日これを食べなきゃいけないのか、なぜ私がこれを出してきたのかっていうのをこと細かく聞いてこられるので、うん、はい。大変ですね。<laughs> そうですね <laughs>、うん。しっかりその辺はちゃんと理論もしっかりしておかなきゃ、はいとという。え、どんなメニューを例えばああいうカヌーのオリンピック選手って。はい どんな感じのものを食事としてとってるんですか。そうですね。えっと競技自体はとても短い競技なんですけれども、やはりあの瞬発力と持久力がとても大事になってくるので、脳が喜ぶ食べ物だったり、はい、そして腹斜筋が喜ぶ食べ物だったりというものを入れて腹斜筋ってどこの筋肉ですか。腰の周りの筋肉はい。はい、<laughs> そこが喜ぶもの。そうなんです。食材をしっかり食べてもらいます。なんだろう。タンパク質？代表的には。 よく使うのが高野豆腐を食べてもらいます。高野豆腐。はい、ええー、なんでですか。高野豆腐は。うん、あの。すごく栄養が固まったものなんですね。ええ。 はいなので、えっと、タンパク質ももちろんありますし、えー、ミネラルもあるしあ<ー>いろんな栄養素がギュッと詰まっているものなので困った時はタンパク質を利用して、うんはい、積極的に食べててもらっていますああいう干した食材ってしいたけとかもそうですけど、はい、生の時とまた違うね栄養がそこにギュッとたまりますから、はい、そのうう味では。 高野豆腐ってそういうパワーのある食材なんですねそうなんですちょっと一見地味ですけどねとっても地味なんですけど <laughs> そうなんです体の中に入るとすごくあのパワーを発揮してくれる食材なのではい、はい よく使っっていますあちょっといいまますちょととこ聞きました、はい、そしてあの浅島さんは富山県が取り組んでいる「スポ飯」というこういうレシピ法、はい、案にもあの携わっておられて、はい、あの実際ホームページとかにも、うん、そのレシピであるとかと県内のプロスポーツ選手の皆さんのインタビューをまとめた動画なども出されてますけども、はい、そこで私あのホームページ見たんですけど「はい お米を使ったレシピを提案しておられますよね。うんはい、これスポーツ選手とお米っていうのもこれもいいものなんですか。そうなんですよ。はい、あの一般的にもお米って太りやすいとかイメージあると思うんですけど、うん、うちの子も何食べんですよ。す高校生、はい <laughs>。ご飯は食べ方の問題でして、<っ>あのちゃんと食べれば知識を持って食べればすごく体に味方になってくれるんですよね。はい、特にスポーツするときには、うん、えっと脳の働きを あのしっかりしなくてはいけないので、うん、その時に、えっと、ご飯は体をたくさん動かす時に大切な栄養素が詰まっているものなんです、はい、なのでできればスポーツする前にはご飯を食べてスポーツに取り組んでいただけると、うんはい、よりパフォーマンス力が上がると私は思っています。うん脳をやっぱり動かかかすことととがももちろんそれは勉強とか試験とかにもいいでしょうけど、はい 体を動かす時の指令を出すのもやっぱり脳だから、はい、脳にこう働くまあ例えばお米っていうのがいいわけなんです、ねはい、そうなんです脳を動かすためのエネルギーは唯一ご飯である糖質なので唯一なんだ、はい、そうなんです<ー>なのでご飯を食べな限り脳は動かないと言っても過言ではないと私は思っているので、はい、脳をそのいい状態にするためにはお米をしっかり食べてスポーツに取り組んでいただきたいなというふうに思っています 今年頃のお子さんたちを抱えてるお母さんたちは「はい、そうなのよお米よ」って <laughs> 伝えたいと思ってるでしょうけど。 食べ方じゃ太らないということもその、はい、気にしてる子たちもいるんですけどうそういう意味では脳のために大事な糖だけどどう上手に食べればいいですか、はい、そうですね、えー、とその子が食べやすい食べ,食べ方が一番いいと思うんですけれどもこれからちょっと寒くなるので温かいご飯例えばリゾートだったりとか、うん、おかゆだったりとかでもいいと思うんですよね。お子さんが ご飯だったら何を食べれるかっていうのをちょっとあのリサーチしていただいて、うんはい、それをえ朝食なり出していただくのが一番いいかなと思っています。お米のパワーは大きいですね。はい、さあ、アスリートフードマイスターね、なかなかこうスポーツに特化したお仕事ということなんですけれども、はい、日々どんなことを感じて携わっておられます。やりがいというのはどの辺でしょうか。そうですね。日々は次に帯同するえっ、ー、と。 メニューを考えたりとかそういうことをすることだけでちょっとワクワクするんですが、はい、やりがいはやはりあの選手から、えー、といろんな変化を体の変化を聞いたりとか、えー、成績を残したとかいう行為を、えー、連絡をいただくととてもすごく私はやりがいをす、はい、ご自身が考えてスタッフとみんなでこう、はい、提案したことが。はい まあ浅島さんは食というところを担っているわけですけど本当、チームですよね、1人の選手が、1つのチームが活躍するっていうのは、はい。そうなんです、決して食事だけではないんですよね、うんうん、だからたくさんのスタッフがいるんですけれども、そこでみんな力を合わせて、この子のためにっていうところで、あの選手のために行きますので、うん、あの体の変化や結果が出たときは、本当に嬉しく思って、思います。うん あのきっかけはサッカーをしていた、はい、小さい頃からサッカーをしていた息子さんということですけどジュニアアスリートやっぱり小さい頃からスポーツしている、うん、そういった皆さんに特に伝えたいこともちろん指導している関係者の皆さんも含めてですけどそのあたりいかかがでしょうジュニアアスリートの方たちはやはりあのスポーツをするために体を作るための一番大事な時期なんであの競技を パフォーマンスを上げるのことはもちろん大事なんですけれども、まず1日でも長くその好きな競技を続けるために、今しっかり体を作ってほしいなというふうに思っているんです。うん、なので、えっ、ー、とコーチの皆様にはスポーツと食事の大切さを伝えていただきながら、うんえー、トレーニングにも励んでいただきたいですし、ご家庭ではえっ、ー、と楽しく。 食事トレーニングをしながらコミュニケーションを取っていただいて、えー、お子さんの体作りにあのやっていただけたらなというふうに思っています。先ほどから何度か楽しく食事を取る、はい、っていう言葉が出てきてるんですけ、はい、これも重要な重要です。いやいややっぱり食べるっていうことは体作りにはすごくあの問題に問題というか邪魔をしてしまうので、はい、やはり楽しく食べるということが一番。 いいかないいと思ってます。うん、やっぱりそのそれぞれが食べやすい、はい、まあ食材選びであるとか調理法とか、いくら体に良くても、もういやいや食べてたら身にならないっていうことなのかもしれないですね。はい、本当その通りです。いやいや食べるという、うん、食べさせられているとか、うん、いやいや食べるということが一番体に良くないので、必ず楽しく食べていただくということも大事だというふうに思います。うん 今ねワールドカップのサッカーで私たちいっぱい感動をもらいましたけど、はい、あそこにいる選手たちも幼い頃からスポーツサッカーに取り組んででもみんな本当に体がしっかりしてて、うんはい、だから運動それをするためにはきっとトレーニングだけじゃなくて彼らも食生活とかもきっちりやってきてるんじゃないかなと思いますけど、はい、ここは欠かせない部分ですね。そしてあととともう一つ足すすならば睡睡眠眠ですトレーニンングと食事と睡眠のバランスが、はああの 体を作るるもののになっているのでやっぱ小さ、ね、今のお子さんたちはすごく忙しいと思うんですけれどもトレーニングしながらしっかり食事をとってしっかり寝るっていうことをやっていただきたいなというふうに思ってます、うん、これから浅島さん自身の抱負、はい、そしてあのアスリート現在活躍している方そして未来のアスリートたちへの思いをお聞かせください。はいえー、私 に関しては、まあ最後シドニーオリンピックまで一緒に帯同したいなという思いで。活動しています。はい、そして、えっと、富山からたくさん一人でも多くのジュニアアスリートから、えー、世界に。 夢を叶えてて飛び立っていただける方が多くななればいいなといとう,うに思ってますあと富山県で活躍されているトップ選手の皆様には、うんえー、ますます活躍していただくとは同時にあとジュニアアスリートの方たちにも食とスポーツの大切さをあの一緒に伝えていけたらなというふうに私ながらに考えています。 お子さんはお一人ということですが、はい、たくさんのお子さんを食で支える、はい、もう何人もの子を育てているみたいなそ <laughs> そんな感じです、ね、<laughs> そうですすねねう今高校生とかもあのさせサポートさせていただいているんですけれども、うん、ななんんかそんな感じですね <laughs> <laughs> じゃあこれからも、ね、食の大切さ怪我をしない、はい、そして心も豊かになるあと脳が活発になるってこれすごく私今日。 ああ大事だなと思ったので,そ,ですかそのあたりをね私たち親世代も、はい、そして指導者の皆さんにも伝えていきたいですね、はい、そうなんです、はい、あの、お母さんたちには作るスイッチを入れていただいて選手たちには食べるスイッチをいた作るのを入れていただいて体作りを楽しんでいただけたらなというふうに思ってますはいわ、はい、かりましたありがとうございます今日のゲストはアスリートフードマイスターの浅島真希子さんでしたありがとうございましたありがとうございました